レンタルボーディース、はい、今日はですね、4K 対応前後同時録画のドライブレコーダーをご紹介したいと思います。はい、まず商品こちらですね。まあ、ちょっと比較的大きめなんですけども、カメラも大きくてですね、今回はですね、今までは中国企業さんがメインに私ね、レビューをさせていただいてたんですけども、今回はなんとアメリカ本社を持つね、レクシングさんという会社からね、商品をね、提供していただきました。ありがとうございます。ではこちらの方ね、まずパーツの紹介をね、していきたいんですけども、まずこちらフロントが 4K ですね。フロント 4K カメラとなっておりまして、こちら期待したいところですね。で、リアですね。リアがですね、こちら、1080p 書いてますね。1080p ですね。これも 1080p っていうだけでね、かなり高画質なんで、これがリアカメラに、対応されているということは、おそらくですね、このレクシングさんのこのタイプのミラー型じゃないドライブレコーダーの最上級モデルじゃないかなと思います。で、一応型式がですね、V1P の MAX という名前がついてるってことは、おそらく最上級モデルだと思いますので、こちらかなり商品がいいかなと思います。で、内容物なんですけども、もう本当に、フロントカメラですね。で、リアカメラ、ね。もちろんリアカメラついてますね。で、あとは、電源はですね、シガーソケットから取るタイプになっておりますので、本当に付けが至ってシンプルです。であと、USB ケーブルが付いてますので、こちらね、取り付けに関しては、こういったものをガラス面に貼り付けていただいて、まあ、アタッチメントっていうんですかね、ステーみたいなものをガラス面に貼り付けていただいて、こちらもスライドするだけでね、取り付けできますので、こちら、自宅に持ち帰っていただいて、こちらにね、USB ケーブルを接続して、ね、パソコンに接続することによって、マイクロ SD カードのカードを脱着せずに、映像確認がパソコン上でできるというものなんで、これはね、大変便利かなと思います。で、あとはですね、内張り剥がしですね。内張り剥がしが付属、おまけで付いているのと、で、あとは配線をあれですね、ちょっと固定するやつですね。これ、まあ、おまけで付いてますので、こちらもね、活用していただければいいかなと思います。で、あと、トリセツもですね、結構分厚いですね。分厚いんですけども、やっぱりね、中身はね、英語であったり、日本語であったり、いろいろあるんですけども、日本語でもね、結構ページ数が細かく、記載されてますので、こちらは本当にね、図解入りで分かりやすくなってますので、ね、説明書き、これ見ていただければ簡単に、機能も全部使えると思いますので、こちら参考にしていただければと思います。では、今回ですね、いつも通りですね、マイクロ SD カードの映像を見ながら、今回のドライブレコーダーの特徴であったりとかスペックですね、そちらの方をご紹介していきたいと思います。では取り付けしてね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、マイクロ SD カードの録画した映像を見ていきたいと思います。パソコンに取り込んでまず思ったのは、空が綺麗だなっていうのがね、第一印象でした。さすがに 4K となるとここまでね、青空が広がってかなり綺麗に映ってくれます。では今回のね、ドライブレコーダーに関してのスペックなんですけども、まずフロントは 4K2160p、ね、リアが 1080p ということで、かなりの高画質であります。まあ、いずれは後ろもね、4K っていうカメラも出てくるんじゃないかなと思いますけども、そうなってくるとね、お値段がって感じですよね。で、あとですね、Wi-Fi ですね、Wi-Fi 対応にしてますので、スマホからアプリを取得していただいて、ドライブレコーダーの方にアクセス可能ですので、そちらの方で映像確認もね、できますんで、まあ、すごく便利かなと思いますね。では、次の機能なんですけども、こちらですね、GPS が内蔵されてますので、右下の方にね、白い文字が並んでると思います。で、こちらにはですね、時間、日時、場所、速度情報ですね、すべて記録されてますので、万一何かあった時に、どの場所で何時何分何秒ですね、までわかります。で、何キロで衝突したのかっていうのも多分わかると思いますので、これはね、GPS の内蔵っていうのは大きいかなと思います。で、あと、広角レンズですね。このカメラの広角レンズ、もう画像を見てもらったらわかるようにですね、かなり視野が広いかと思います。これね、170度ありますので、人間の視野が確かね、180度ぐらいだったと思います。確かね。で、まあ、ほぼ肉眼で見るぐらいの視野は画面上に残せるっていうことなんで、反対車線に何かあっても映るんじゃないかなと思いますね。では、画面ではですね、リアの映像となってますけども、もちろんナンバープレートはね、はっきり見えております。で、あと、機能に関してはですね、あと、通常機能ですね。まあ、今のドライブレコーダーではある機能なんですけども、常時ループロックですね。これは、容量が多くなると、古いデータから上書きされていって、古いデータから消えていきますよっていう機能ですね。
で、それに、関わってですね、G センサーですね、衝撃センサーなんですけども、これに関しては、万一バンとぶつかった時の衝撃がドライブレコーダーに伝わると、そのフォルダーはロックされます。ロックというのは上書きされない状態になりますので、これ逆に言うとですね、放置してる SD カードですね、ドライブレコーダーをつけたまま放置してると、ほぼほぼね、ロックされたフォルダーだらけになって、全く新しい映像が記録されませんので、約ね、1ヶ月に一遍はフォーマットかけた方がいいかなとは個人的には思います。はい、ではですね、次、気になる夜間の映像の方をね、見ていきたいと思います。で、今回ね、夜間、走るにあたってね、あえてちょっと街灯の多い場所を選んで走ってみました。で、ご覧のようにね、街灯もあって、信号機あって、で、お店ですね、たくさんあるお店が並んでるところを通ったんですけども、まずお店のネオンに関しては、はっきりね、映ってますし、にじみが一切ありません。で、街灯は若干ぼんやりしてるかなっていうレベルなんですけども、気になるレベルではないですね。で、あと一つ気になったのが、昼間ですね、昼間 LED 信号がね、ヘルツの変更で、まあ、西日本、東日本のヘルツの変更で、まあ、あの、LED 信号の点滅を防ぐことができるんですけども、それはあえて触ってなくて、点滅はしてたんですけど、夜間になると点滅してないっていうことなんで、これは何か関係あるのかなーっていうね、ちょっと自分の中で疑問なんですけども。あと映像ではですね、白飛びのチェックをしているところなんですけども、前のベルファイアナンバーもはっきり見えてますので、まああの 4K でね白飛びがするっていうことはちょっとないかなと思いますね。でちなみにですね、黄色のナンバープレートですね、軽自動車のナンバープレートもヘッドライトを当ててみたんですけども、こちらも全然、ね、全然問題なくはっきり見えてますので、白飛びの心配はなさそうですね。では続いて、リアの映像を見ていきたいと思います。で、まあ、昨日に関しての続きなんですけども、まず、駐車監視モードですね。こちらもついております。で、駐車監視モードに関してはですね、なんと、ドライブレコーダーの方にリチウムイオン電池の代替品と言われるものが内蔵されてまして、シガーソケットだけですと、駐車監視中の電源供給ができないので使えなかったんですけども、本体側に電池が内蔵されているということで、駐車監視ですね。まあ、シガーソケットからの電源が立たれても、電池で、録画を続けてくれるというものがありますので、これは配線不要であることを踏まえても、なかなかいい機能かなと思いますね。で、画像ではですね、リアのナンバープレートですね、もうはっきり見えてますので、まあ、リアカメラ 1080p ですけども、なかなか 4K との差もね、感じますけども、1080p でリアは十分かなと思います。まあ、リアは煽り運転の証拠にね、なればいいと思いますからね。はい、ということで、お昼の映像と夜の映像のね、マイクロ SD カードの映像も見てもらったと思うんですけども、やっぱりフロントに関しては 4K ということで、お昼の映像も夜の映像もね、かなり綺麗な映像に見えました。で、やっぱり 4K を一回ね、経験してしまうと、通常のね、ドライブレコーダーの映像が、まあ、汚いとは思わないんですけども、ちょっと荒いかなっていう感じはしますんで、やっぱり 4K を一回使ってしまうとね、4K に惚れてしまう自分がいます。で、今回ね、もちろん 4K のね、映像を見たときに、やっぱりすごいなっていうのを感心しましたし、やっぱり今回に関してはね、今まで中国企業さんの、まあ中国企業さんをね、否定するわけじゃないんですけども、今回アメリカ本社に置く企業さんということで、やっぱりね、ドライブレコーダーに対する趣旨がね、違うかなと思います。っていうのはですね、まず体感耐熱温度ですね、マイナス28度から、上では80度まで耐えると書いてましたし、で、クーポンに関してはですね、これから交渉するんですけども、動画公開時にはね、クーポンコードを発行していただけたら、下の説明欄にね、リンクと、で、クーポンコードですね、貼っておきますので、こちらの方を利用してね、少しでも安くして手に入れていただければいいかなと思います。はい、今回の動画ですね、参考になったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、あとですね、あと取り付けに関しては、こちら通常のね、リアカメラ、今までのドライブレコーダーと変わりはありませんので、まあ、他のドライブレコーダーのね、取り付け方法になるんですけども、やり方は全く一緒なんで、説明欄にリンク貼ってますので、取り付け方法はそちらの方をご確認していただければと思います。はい、Twitter アカウントをお持ちの方はですね、ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。はい、こちらの動画ですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。